京敬愛、京敬愛は朝鮮の小説家。貧しい作男の娘として生まれ、成長期を生活期に追われて過ごした京の筆は必然的に労働者の現実を描くことになった。しかし京が求めたのは理論ではなく実践であり、文学団体には所属しなかった。中国、吉林省延辺町専属自治修論陳氏の郊外。 B 和山の長原2999年8月8日に建てられた女性作家、京系愛文学費公会堂の松野木に生まれる。父は作男で、今日が3歳の時に死亡し、今日の母は妻子の5歳となり、長渕に引っ越す。7歳頃から春花伝などの古代小説に親しんだ。1915年、9歳で長渕小学校に入学。 1921年には、平壌にある、高志義女学校に入学した。その頃、両中等と出会い恋愛関係になる。両中等の演説から、今日は、反封建思想を学ぶ。1923年10月、高志義女学校3年の時、同盟休学を実行し大学処分になると、両等中の援助で、ソウルの道徳女学校に編入学することができた。しかし、 1924年に中退し、中国吉林省論人にわたる。その間、安寿吉や僕久し深可らと同任し、北郷を発行したりもしている。一年半ほど暮らした後、長渕に戻り、文学修行に励んだ。真島にはその後も何度か生活の場としていて、今日の第二の故郷となる。1931年、ハゴトを朝鮮日報に発表。 軍団に登場する。同年、長渕軍長の職員であった長川一と結婚もした。長には壮婚の妻がいて、その妻から逃げるようにインチョン公域市で日雇い労働をする。日雇い労働の経験は人間問題の中で描かれている。1931年6月、京都、夫は中国論鎮に渡り、同年に母と娘を彗星に発表する。 1934年8月から12月にかけて、東亜日報に、今日の代表作となる、人間問題を発表する。植民地下朝鮮の労働者階級を写実的に描いた、この作品は、プロレタリア文学界に好評を持って受け入れられた。しかし、今日の体は持病に侵され、1939年頃からは、床に伏し、1940年には、 慶状邸大病院で治療を受ける。その後、耳と目の機能を喪失し、1944年に死亡した。1949年、北朝鮮側の文学者たちによって、公海道長淵に京の墓が建てられる。李承慶の説。北朝鮮の記録では1943年とある。ありがとうございます。